おはようございます。ミッキーファームです。今日は2021年の9月の20日です。今日でこの畑の開墾から丸1年が経ちました。去年の9月の21日に開墾をして、大根を発種したのが始まりです。今日はですね、この先日、古い畝を荒起こしして、まあ、畝立て直す準備をしてたんで、こちらの方を、畝割りして、堆肥とぼかしを入れて、まあ、その後島らっきょうを植えたいと思います。はい、それでは、畝立てできましたんで、今から、島らっきょう植えていきたいと思います。まず畝ができましたら、まあ、10センチ間隔ぐらいで植えていくんで、まあ、今ちょっと、穴を10センチ間隔で開けていきましたんで、こちらに一穴に2、3球っていうんですかね、この球これを、植えていきます。とりあえずね、これちょっとこう大きさが多少大小あるんですけど、これをこの一袋で何球あるかちょっとわからないんで、この一畝で何球植えれますかね。はい、それでは、土をかぶせていきます。はい、それでは島らっきょうの、植え付け完了しました。2畝植えました。
このようにちょっとまあ高い畝を立てて、高畝で今回植えました。まあ、ラッキョの方はそんなにその手のかかる、作物じゃないので、まあ、あとはこのまま、たまにそうですね、夏場、まあ、来年の、6月7月あたりの収穫になるんで、まあ、それまでで暑くてちょっと水がもうどうしても雨が降らなかったり足らない場合は、まあ、水をやる感じで、あとはもう冬場なんかはもうこのまま何もやらずに、いけると思います。これね、島らっきょうはね、沖縄の名物というか沖縄でたくさん、作られてるんですけど、なかなかこの本土の方ですね、本州の方には、ものが並びませんので、まあ、そんなに皆さんご存知じゃない方もいらっしゃると思うんですけど、塩漬けとかしたらかなり酒のあてとかにも美味しいのでおすすめです。それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますんでフォローの方お願いします。それでは、いってらっしゃい。